ジェットストリーム。ジェットストリーム。太陽が沈んでからもう随分時が流れました。昼間の騒音と埃に汚された時間はすっかり宇宙の果てしない暗黒の中へ吐き出され、今私たちの周りを音もなく流れている時間は高度1万メートルの空気のようにフレッシュです。地球の自転によって成層圏に起こる壮大な大気の流れ、ジェットストリーム。その神秘な永久運動さえこの純粋な時間の流れの中では夜の潮騒のように私たちの身近に迫ってまいります。これからの1時間、日曜を除く毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム。皆様のお相手は私、城達也です。
梅雨には入りがあるけれども出がないと申しますように、入梅の日はだいたい雨の降り具合から見ていつ頃だったと言いますが、梅雨明けばかりはそれこそ天任せで、いくら地上でやきもきしてもこればかりはどうにもなりません。予報では7月20日頃が梅雨明けということでしたが、今年の天候は人間を面食らわせてばかりおりまして、3月の最中に5月の陽気が続いたかと思うと、ある朝突然に一面の銀世界が開けていたり、またこの梅雨の間は各地で起こった集中豪雨などを考え合わせますと、なんとなく気が許せない感じがいたします。日本ばかりではありませんで、世界中でここ 7,8 年の間にいろいろな異常気象が記録されております。昭和38年の冬、ヨーロッパやニューヨークに思いがけない寒さをもたらしておりますし、夏にはピレーネー山脈に雪が降っております。その翌年の昭和39年のクリスマスは全般的に異常なほどの暖かさでしたのに、年が変わってそろそろ花が咲き出そうという3月4月、日本もヨーロッパもアメリカも急に真冬に逆戻りしたような寒さがやってまいりました。専門家の方のお話によりますと、こういったことは地球全体の気象条件が曲がり角に差し掛かっているために起きる、いわば過渡期の現象なんだそうでして、まだここ数年はこの異常気象という言葉と縁が切れないかもしれないということです。
今日7月23日は暦の上では大暑、大きな暑さと書きまして大暑と読みますが、一年中で最も暑い日とされております。統計的には8月の8日か16日頃が
大暑にふさわしい気温になるのが実際なんですが、折しも梅雨が明けて間もない頃、照りつける太陽の暑さにまだ慣れないせいもあって非常に暑く感じるわけですね。ことに日本の夏はこの湿った小笠原気団の影響を受けますので、しのぎにくくなるわけです。敏感すぎる方など不快指数の数字を見ただけで急に不快を感じてくるというおかしな逆現象も起きてしまいます。ところでこの私どもが使っております暑いと言いますのは、主に体で感じる温度、いわゆる体感温度で決まるわけでして、必ずしも寒暖計の水銀の目盛りと比例して感じるとは限りません。まあ、気温と湿度の両方が作用し合っているわけですね。こうお話してきますと、日本の夏というのは湿度が全て悪いようになってしまいますけれども、実はよその国には見られない四季折々の美しさはこの湿度に追うところが相当あるんです。ことに秋の紅葉の美しさ、鮮やかさは日本独特の美しさですけれども、これは夏の間に湿度がこっそり用意してくれた贈り物といえるようです。自然のからくりというのはうまくできているものでして、目先のことにとらわれておりますと、もっと大きな大切なものを失ってしまうかもしれません。
私のレコードアルバムを開きましょう。今夜はタンバー4の演奏です。 Watch what happens。 二人と海、悲しみは二人で、ドルフィン、静かな園。以上5曲続けてお送りいたします。
Thank you.
今夜の私のレコードアルバムは Watch What Happens 二人と海悲しみは二人でドルフィン静かな園以上の曲をタンバー4の演奏でお送りいたしました。
話少々古くなりますが、確か5月の中頃だったと思います。相模灘の遥か沖合に、冷水海、つまり冷たい水の塊が発達しながら漂っているという新聞記事を読んだことがあります。それから1ヶ月ほど経ちまして、ある広告にデンマーク海峡が80年ぶりの流氷で渦巻き、ホッキョクグマが50年ぶりにアイスランドに移住、太平洋岸の冷水海でカツオが不漁と書いてあるのが目に留まりました。実に不思議な広告の文章なんですが、気象上の変化と作物の出来不出来が深く結びついていることを考え合わせますと、さほど奇妙な感じもしなくなってまいります。実はこの広告、赤いダイヤと呼ばれる小豆相場の広告だったんです。またこれはある気象関係の仕事をしていらっしゃる方のお話なんですけれども、ある時その人のところに、気象のことについて伺いたいと大変丁重な電話がかかってまいりました。その日は質問に答えて一旦電話を切ったんですが、また2月ほど経ちまして、同じ人から電話があり、この異常気象や成層圏の様子など詳しい質問がありました。何度かそんなことを繰り返しているうちに、私のその知人は一体相手はどういう人なのかなと関心が湧きまして、次の電話の時に思い切って相手の職業を聞いてみたんだそうです。すると私は豆腐屋でございますという返事が返ってきました。お豆腐屋さんと気象条件は少々半字ものめいた組み合わせですが、実は成層圏の状態で、大豆の出来具合の予測を立てていたんだそうです。ジェットストリームの吹く成層圏、いろいろな使い道があるようでございます。
お送りいたしましたジェットストリーム。そろそろお別れの時刻が近づいてまいりました。皆様のお相手は私ジョー達也。今夜使いましたレコードはバーブ RCA CBS ソニー A&M でした。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。番組の最後にお送りするこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。ではまた明日午前0時にお会いいたしましょう。おやすみなさい。皆様お聞きの放送は FM 東海です。夜もだいぶ更けてまいりましたがいかがお過ごしでしょうか。さて21日のアポロ11号によります人類初の月着陸はいろいろな方面にアポロショックを巻き起こしましたが、しかし今夜のお月様は何事もなかったように変わらぬ美しい光を放っておりました。月はいつでも神聖で美しいものであるようでございますね。それではこれで本日の FM 東海の放送番組をすべて終了いたします。お休みの前にここで東京地方の空模様をお伝えいたしましょう。東京地方、今日は北の風、日中は南の風、晴れ時々曇りの見込みです。明日は北の風、日中は南の風、晴れの見込みです。東京地方の今日23日は北の風、日中は南の風、晴れ時々曇りの見込みです。明日24日は北の風、日中は南の風、晴れの見込みです。東京地方の空模様でした。それではこれで
本日の FM 東海の放送番組すべて終了いたします。どちら様もお休みの前にもう一度火の元戸締まりをお確かめの上お休みくださいませ。皆様お聞きの放送は周波数 84.5 メガサイクル、出力1キロワットでお送りいたしました。